皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1999年公開の、ボーンコレクター。現代、ザ・ボーンコレクター。監督はフィリップ・ノイス。脚本はジェレミー・アイアコン。主な出演は、デンゼル・ワシントン、アンジェリーナ・ジョリー、クイーン・ラティファ、など。事故によって全身麻痺となってしまった元刑事ライムは、市民をタクシーに乗せて連れ去り、残虐に殺害している犯罪者からの挑戦を受ける。ライムが捜査のパートナーに選んだのは、若き女性刑事アメリアだった。というストーリー。同名小説の映画化。せっかく獅子麻痺のライムと彼の手足となって動くアメリアのコンビという面白い設定があるのに、良くも悪くもまとまりすぎて、ありがちな犯罪サスペンスになってしまっているのが残念。ライムの最大の強みである、法医学の知識の描写もなんだかおざなりな印象。何よりも、犯人の正体が明かされる場面が、唐突な展開になっていてがっかり。ということで、評価は。Thumbs down.